小田急電鉄小田急箱根ホールディングス。箱根登山バス路線バス。箱根登山バス株式会社は、神奈川県小田原市に本社を設け、神奈川県小田原市及び、足柄下郡箱根町周辺を、主な営業エリアとする、小田急グループのバス事業者である。 1913年3月1日に開業した小田原電気鉄道の貸し自動車業と1914年8月15日に開業した富士屋自動車の貸し自動車業を前進とし1932年に両社が合併して富士箱根自動車となるが戦時中の交通事業統合の流れの中で1921年創業の足柄自動車と共に 箱根登山鉄道に合併し、同社の自動車部門となった。2002年10月には、小田急グループ内での事業再編に伴い分社化された。本項目では、箱根登山鉄道のバス部門によって事業が行われていた時代についても記述する。2012年現在の箱根登山バスが主な営業エリアとしている神奈川県西部において自動車業が開始されたのは、 1912年に営業を開始した箱根自動車の貸し自動車業に橋を発する。この頃に日本国外からの旅行者が自動車で箱根を訪れるようになっていたが、小田原電気鉄道の終点であった湯本駅の駅前にて茶屋を経営していたうちの一軒で、その親族が貸し自動車業を開始したものである。これに驚いた小田原電気鉄道では、 翌1913年3月1日より、貸し自動車業に参入した。当初の車両数は5台で、甲図駅からゴーラまでと、足の湖畔の箱根町を結ぶ区間での営業であった。これらの貸し自動車業は、それまで人力車夫やカゴカキからは、脅威として受け止められ、路上にガラス片を巻かれたり投石されたりといった、運行妨害を受けることもあった。 創業当時の富士屋自動車の貸し自動車この1913年の夏、富士屋ホテルでの滞在を終えて帰任する、アメリカ陸軍調査から予約を受けたにもかかわらず、小田原電気鉄道の貸し自動車が約束した、時間よりも遅れて廃車されるという事態が発生した。この陸軍調査は過労じて神図駅から予定の列車に乗車し、無事に帰任できたものの、帰任後に、 富士屋ホテルに対して、一流ホテルとしては、ホテル専属の自動車を所有すべきと意見書を送った。当時、富士屋ホテルの取締役であった、山口正造はこれに応えるべく、富士屋自動車を設立した。富士屋自動車は運転士に、礼儀作法と英語を学ばせた上、当時としてはモダンな制服を着用させた。また、それまで人力車夫やカゴカを営業していたものに、 対して、富士屋自動車の株主になることを勧めた。富士屋自動車では、貸し自動車だけではなく、乗り合い自動車の運行を行う構想を抱いており、1915年8月には、神津駅と箱根地区を結ぶ、乗り合い自動車。1917年6月には、小田原と熱海を結ぶ、乗り合い自動車の運行許可を得ていた。 貸し自動車業を開始した際にも反対運動があった経験から乗り合い自動車の運行については慎重に時期を伺うこととした。なお、箱根で最初に貸し自動車業を開始した箱根自動車は1919年に富士屋自動車に買収された。その後、1912年に 小田原電気鉄道が湯本からゴーラまでを結ぶ、登山鉄道の工事を開始したが、登山電車の開通は、貸し自動車業にとっては脅威であり、それに対抗するためには、乗り合い自動車の運行を行う必要があると考えられた。そこで、富士屋自動車は、登山電車の運行を待つこととし、1919年6月1日より、甲津駅から宮の下、宮の下から、 箱根町において乗り合い自動車の運行を開始した。これが神奈川県下においても初となる本格的な路線バス運行であったが同時に鉄道とバスの競合の始まりでもあった。富士屋自動車では高級車両を投入し横浜や東京に至る長距離路線の運行も開始した。対する小田原電気鉄道は小秋谷から箱根町まで 自社の登山電車に接続する路線バスの運行を1921年より開始した。一方、1921年には足柄自動車が松田町で設立された。登山電車で小田原から宮の下までの運賃が下等で61銭で、それでも下りは歩いて湯本に戻る利用客も多かった状況では小田原から宮の下まで1円80銭もの運賃が、 設定された路線バスの利用者はさらに少なかった。このため、富士屋自動車では1922年には運賃の値下げを行い、小田原から宮の下までのバス運賃は1円となった。また、同年には小田原駅前に営業所を併設した、食堂、売店としてカフェレゾートをオープンさせた。一方の小田原電気鉄道側も、 運賃を値下げして対抗するなど、激しい乗客争奪が展開された。同年12月3日には、両社の社員同士が乱闘事件を起こし、4人が障害罪で送検された。1923年9月1日に発生した関東大震災によって、富士屋自動車では、前年に完成したばかりのカフェレゾートが、東海、車庫にあった。 数十台の自動車も破壊された。また、湯本と遠野沢の間では、乗客5人を乗せた自動車が崖崩れにより埋没し、行方不明となり、そこくらにある、蛇骨川の橋を渡っていた自動車が谷底へ転落するなど、保有していた自動車の半数近くが失われるという、被害を受けた。当時の富士屋自動車の路線図震災後、富士屋自動車は復旧とともに、 車両の改良に注力した。1924年には当時としては、超大型となる25人乗りのバスを導入し、1925年から実際に運行を開始している。また、1924年には、三島、沼津にまで路線網を拡大したほか、震災以来中断されていた横浜と箱根を結ぶ、路線の運行も再開されている。 一方の小田原電気鉄道も1927年までには、ほぼ復旧している。なお、小田原電気鉄道は1928年1月に、一旦、日本電力に合併した後、同年8月に再度箱根登山鉄道として分社化、された。鉄道やバスの復旧とともに、再び激しい乗客争奪が展開されることになった。小田原駅前では、 富士や自動車の社員は乗り換えなしで箱根へと宣伝。一方の箱根登山鉄道の社員は電車の方が静かで安いと声を上げ、観光客を自社へ誘導した。時には観光客の手を引っ張り合い、ひどい時には互いの社員同士が殴り合いを始める始末だった。箱根登山鉄道が1929年には、コーズまで1931年には、 箱根湯本と箱根町を結ぶ自社鉄道線と並行する路線バスの運行に至り小田原駅前に乗り入れるようになるとこの2社の競合はさらにエスカレートし現地での社会問題にまで発展した富士や自動車はアメリカ製の高級バスホワイトを導入対する箱根登山鉄道はスイス製の高級バスサウラーを導入し女性の車掌が 自社のバスに乗せようと大声を上げるありさまであった。ここに来て、小田原市や警察署長、さらには鉄道省が、両社の合併を再三にわたって干渉する事態になり、1932年には、京阪電気鉄道の社長であった、大田光広氏の仲介により、両社のバス事業を統合することになった。こうして、1933年1月に、 箱根登山鉄道のバス事業すべてが、富士屋自動車に譲渡され、富士屋自動車は社名を、富士箱根自動車に変更した。1934年には、足柄自動車を傘下に組み入れた。なお、富士屋自動車は1931年には、商船との連帯運輸を開始したが、乗り合い自動車が商船と連絡運輸を行ったのは、日本では、これが、初めての事例である。 しかし、戦時体制の波は、富士箱根自動車にも影を落とすことになる。1935年に、電力統制が行われると、富士箱根自動車は、箱根登山鉄道とともに、日本電力の参加に入った。戦時体制が強化されると、不要不急の路線は、休止を命じられることになり、鉄道並行路線や、観光路線などはこれによって休止されたが、 これは全路線の6割強に達した。さらに、1942年に強制統合の通帳が出され、統合母体として、箱根登山鉄道が選ばれることになり、1944年7月31日付で、富士箱根自動車と足柄自動車は、箱根登山鉄道に合併となった。加えて、箱根登山鉄道の社長に、 東京急行電鉄社長の後藤慶太が就任し、各して、箱根登山は大東急の影響下に置かれることになった。本校では、以下、単に、登山バスとした場合は、箱根登山鉄道及び箱根登山バスを指すものとする。終戦間もない1945年11月より、小田原から宮の下、港の裏への路線について、運行を開始。 以後順次休止路線の運行再開を図るが、路線網がほぼ完全に復旧したのは1954年と9年を要している。この間の1948年、戦時統合により巨大な鉄道事業者となっていた、東急から小田急電鉄、京浜急行電鉄、京王帝都電鉄が分離したが、元来旧、小田急電鉄が運行していた鉄道の井の頭線は、 慶応の所属となり、その代わりとして、神奈川中央乗り合い自動車とともに、新生、小田急の参加に入ることになった。1950年には、貸切バス事業も再開、翌年には、東京都、静岡県、山梨県にも営業エリアを拡大した。また、長距離路線の開設も目立ち、1950年には、東京から箱根、 熱海へ直通する路線を開設したほか、1952年には、富士山六電気鉄道との運輸協定により、小田原駅と山中湖を結ぶ路線も開設された。貸切バス事業においても、1953年には、東京都内で貸切バス事業を行っていた新興バスを買収し、1956年に、箱根登山バスと解消した上で1960年に、 登山バスに九州合併した。大正後期以降、阿の湖近辺では、箱根土地が別荘地の分譲などを中心とした観光開発を行っており、開発に欠かせない交通機関の整備についても、西部グループの手で熱海峠と箱根峠の間と、小秋谷から小尻を経由して、元箱根に至る有料道路を運営し、寸図鉄道の路線バスが運行されていた。 1947年9月、スンズ鉄道では、小田原と小脇谷を結ぶ区間に、路線バスの運行免許申請を行った。参加にあった大大山鉄道との一貫輸送を図った、ものであったが、当時まだ東急の参加だった登山バスは、自社防衛の検知から反対の立場を取った。しかし、当時の登山バスでは直ちに増強を図ることは、難しかった上、地元からも、 独占は良くないという声も上がっていたこともあり、1949年12月には、スンズ鉄道の路線バス運行については、条件付けで認可された。これに対応して、小田急の参加に入った直後の登山バスでは、早雲山から大涌谷を経由して小尻に至る路線バス運行の免許申請を行ったが、これは逆に、スンズ鉄道から反対を受けた。 最終的には、1950年3月に、両社の協定により、スンズ鉄道は途中停留所と運行回数の制限を、登山バスは1年ごとの有料道路利用契約の更新をそれぞれ条件とした上で、小田原へは、スンズ鉄道バスが乗り入れ、代わりに登山バスが初めて足の湖北岸へ乗り入れることになった。登山バスはこれに続いて、 1950年3月に、足の湖への故障交通に着手するために、箱根町や戦国原で、西部グループに敵対の立場を取っていた有力者と共同で、船舶会社を設立した。当初の箱根観光船は、小型遊覧船のみを保有する小規模な事業者であったが、1954年には、足の湖一周航路の免許を取得。 さらに1956年には大型の遊覧船を就航させた。スンズ鉄道側ではこれに対して、1956年3月に有料道路通行契約が満了するとともに、契約を破棄すると通告し、契約満了後の同年7月以降には、有料道路に遮断機を設けて登山バスの通行を阻止した。これは、 箱根観光船の大型船導入に対する報復で、後に、箱根山戦争として、広く知られ、獅子文6の小説、箱根山の題材にもなった西部グループと、小田急グループの対立の始まりでもあった。その後、互いに訴訟を起こして争う一方で、小田急側では1959年に、箱根ロープウェイを開通させたことにより、小田急グループのみで足の湖北岸へ、 到達できるようになった。また、1961年に、有料道路を神奈川県が買い上げた上で、一般道路として開放したことで、構想は事実上集結した。数多くあった、訴訟案件の決着がついた1968年には、西部と小田急のトップが、有効的な協定に調印したことから、以後両者は共存していくことになる。しかし、 すでに独自の周遊ルートを築いていたこともあり、小田原駅での観光客の呼び込みや箱根地区でのターミナルの違いなど、競合の構図は残った。これらの紛争の間にも、事業区域の拡大は進められた。1950年代には、東海道本線と並行する路線が新設されたほか、1958年には、定期観光バスの運行を開始している。 また、1960年代には、三島、沼津地区において、東海自動車、富士山六電気鉄道改め富士急行との免許争奪合戦も行われた。貸切バス事業においても、拡大傾向は続き、1963年には、名古屋にも営業所を設置した上で、1968年には、箱根登山観光バスとして独立させている。 1970年代に入ると、モータリゼーションの進展に伴い、路線バスの走行環境は悪化の一途をたどる。特に登山バスの主たる路線は、国道1号という幹線でありながらカーブの多い山岳道路を経由しており、観光客を乗せたマイカーが特定の道路に集中することによる渋滞と、それに伴う利用者源は、登山バスに対して、 深刻な影響を及ぼすものとなった。このため、1982年より、中型車の導入が開始され、通勤通学路線の開拓を進めたほか、1985年からは、地域密着経営の一環として、沿線の小学生の絵画を車内に展示する、ギャラリーバスの運行を開始した。一方で、1978年からは、 箱根急街道経由のバスを毎日運行に切り替えた、ほか、定期観光バスのコースを拡充したり、祭りに合わせて、会員制ツアーバスの運行を行うなど、新規需要の開拓に努めた。1998年5月からは、箱根地区の施設をめぐる循環バスの運行を開始した。しかし、モータリゼーションの進行に加え、 箱根地区を訪れる観光客自体が減少傾向となったことにより、バス事業を取り巻く環境はさらに厳しくなったため、長距離路線の廃止や短縮などが行われた。また、1996年には、秦野市内の登山バス路線については、神奈川中央交通100%出資の湘南環奈港バスに移管した。一方で、 静岡県内では1971年、東海自動車が小田急グループ入りしたことで、小田急系バス会社が2社並存することになる。非効率な状態を解消し、将来的な東海自動車の地域別分社化の際には、統合させることも視野に入れて、1998年4月1日付で、沼津、三島地区の一般路線を分社化の上沼津箱根、 登山自動車を設立した。法的にはこの時をもって、現社設立としている。さらに、2002年10月には、小田急グループ全体の再編成が行われた。沼津箱根登山自動車の路線は全路線が、沼津東海バスに譲渡された上、沼津登山東海バスと解消されたほか、熱海営業所は、伊豆東海バスに統合された。残った箱根登山のバス部門は、 法人格上存続することになった沼津箱根、登山自動車に譲渡、社名を箱根登山バスと解消した。これによって、静岡県内の路線バス事業からは撤退し、営業拠点は消滅した。貸切バス事業についても、東京、横浜の各営業所については1996年に、箱根登山観光バスに移管。 1997年には、横浜と東京の各営業所を移転の上、統合したが、同社は2002年には、営業を廃止した。また、小田原観光営業所の貸切バス事業は1994年設立の、箱根湯本バスに移管された後に、2000年に、湘南箱根登山自動車に、社名変更した。その後、2010年には、 湘南箱根登山自動車を箱根登山観光バスに社名変更している。一方、2002年には登山電車と登山バスに共通のプリペイドカードとして登山カードを導入し、同時にバス共通カードも導入したが、2005年度には IC カード化の流れで登山カードの販売は中止された。2005年3月からは箱根湯本駅と宿泊施設との間で、 観光客の手荷物を託送する箱根キャリーサービスの運営を開始した。2004年度には小田急グループと西武グループとの協力体制構築が発表されたことを受け、伊豆箱根鉄道バスとは共同歩調を取ることになり、停留除名の統一などが行われた。さらに2010年6月15日からは、 伊豆箱根バス、小田急箱根高速バス、沼津登山東海バスと連携し、箱根地区の路線に、系統記号を設定し、路線図も、各社共通の様式で作成した上で、各停留所や案内所で掲出することになった。2016年4月1日、沼津登山東海バスは、東海バスオレンジシャトルに、社名変更。 静岡県内拠点の消滅後も、社名の上にあった登山バスの名残が消えた。2020年2月1日、箱根登山観光バスを、九州合併した。以下の営業所を拠点として、路線バスの運行を行っている。路線バス車両は、富士や自動車では当初は、ビュイックの乗用車を利用し、ラジエター上に行き先を掲出しただけであった。 富士屋ホテルの宿泊客から意見を集めた上で、アメリカの高級車ホワイトを導入した。当初はシャーシのみ輸入し、車体は日本国内で製造させていたが、1923年にはアメリカのベンダー車体製造に依頼して製造させた、車体をホワイトに仮装して輸入、さらに詳細な図面を取り寄せた上で、日本自動車に依頼して日本国内で車体を製造させた。 これが、その後日本国内で製造されるバス車体の原型となったと言われている。一方、箱根登山鉄道の自動車部門では、富士や自動車に対抗して、スイス製の高級車であるサウラーが導入された。この車両は、右ハンドル仕様ではあったが、スイス国内で使用される車両と同様に、オープンタイプで、車体も含めてすべて、 スイスから輸入されたものと推測されている。五十嵐平道は活躍した場所から考えても1930年代の遊覧バスを代表する一台であるとしている。富士箱根自動車となってからもサウラーなどの大型車が導入された。戦時中は他社と同様に代用燃料に対応させた車両が使用されたが、代用燃料車両では箱根を登り切ることができず、 宮の下で別のバスに乗り換えを余儀なくされたという。戦後にはディーゼルバスが順次導入され、1953年からは日野自動車のセンターアンダフロアエンジン車が大量導入された。定期観光バス専用車 B1741970 年代頃は日野と日産ディーゼルの台数が多かったが、2008年時点では急ず日野。 三菱の3メーカーを導入している。箱根地区の道路環境から自社導入の大型車はすべて短尺の高出力車を採用している。また、貸切車についてはすべてフルエアブレーキ仕様である。車両のタイヤは年間を通じてスタッドレスタイヤを装着し、毎年冬に交換するほか、状況に応じてタイヤチェーンを併用する。 箱根登山バスの路線バスの特徴として、トップドア車であってもドアの直後の窓には、側面方向膜を設置せず、一つ後の窓部分に設置するという独特の仕様が挙げられる。これは、方向膜の大型化に伴い、急カーブで極力視界を確保するためとされている。ノンステップバスは、山間部では走りにくいという理由で、小田原市内路線に投入されている。 定期観光バスを運行していることから、標準に床ながら、オールリクライニングシートの観光使用路線車も導入している。2010年には、同社では11年ぶりとなる定期観光バスの車両を更新と同時に、神奈川県内では、初導入となる日のセレガハイブリッドを導入している。乗降方式は、車両の扉位置にか,かわらず前乗り前振りである。そのため、 ベビーカーは折りたたんで乗降する。扉配置はワンマン化初期には全中非仕様が採用されていたが、その後前後扉仕様に変わり、さらに1980年代以降は座席定員を極力増加させるために前扉仕様が標準となった。2002年以降は交通バリアフリー法に準拠した全中非仕様となり、中扉は 車椅子専用の出入り口として使用している。戦後に採用されたカラースキムはクリーム色の上下に青い帯が入るものであったが、1980年からは白ベースに青の濃淡2色と赤のラインが入るものになった。しかし塗装パターンが比較的複雑である上に特別色も含まれていることからコストが高く、2000年代にはハートフルバス登山色や、 試験塗色の採用なども行われた。2010年の新車からは、クリーム色ベースで透過をイメージする、オレンジ色の帯を配した上、箱根細工をイメージするデザインに変更されることになった。これまでの塗装デザインの車両については、塗り替えは行わない。1970年代から2000年代初頭までは、東京都交通局、神奈川中央交通、 長崎自動車からの譲り受け車や東京都交通局の注文流れの車両を導入していた。近年は神奈川県生活環境の保全等に関する条例に対応するため車両の更新はすべて新車によって行われている。2008年時点では12年以内に代替されており、同条例の規制を受けないことからグループ会社の東海バスへの譲渡が多い。 小型車は001から099まで、中型車と大型車は100から999までの連番で、番号の前には、車種頭文字が付される。2001年から2003年までの導入車両については、営業所頭文字、熱海、Y、湯河原、A、足柄年式記号プラス2桁の連番となる、不番方式を採用していたが、2004年以降は2000年までの、 不安方式に戻されている。ありがとうございます。